ベーンベーンベーン。どうも、おしょんべんをこしてこしてこしまくって浄水にして飲むけど、しょんべんであることは変わりない、事実しょんべんです。はい、それはそうでして、ハリウッドザコシショウです。ですね、もうここのね、作業場がね、3月31日までで引っ越し作業を今してまして、もう動画撮れる状態じゃないんですよ。だからもう今日はね、カラーバートークでやりましょうかねっていうことですわ。もう荷物まみれで撮れる状態じゃないですわ。うん、まあそれでも撮ってもええんすけどね、別に。まあとりあえず今日はカラーバートークしましょうか。最近チョゲパで、クビになったクビというか卒業になったゆっくんちゃんに電話してみます。何してんのかね。はい、電話してみましょうか。お疲れ様です。どうもどうも、こんにちは。うん、どうしたんですか。レパーマンでおなじみのゆっくんちゃんです。あ、そうですか。なんか久しぶりですね。はい、そうですね。はい、レパーマでレパーでレパーマ待機してました。レパーマです。あ、そうですか。はい、最近は何してんですか。最近は、あれですよ、ずっと。はい、しこしこネタを作っております。もう、いいのできた？昨日聞いたのはできないですね。はい。できない？はい。いや。この状況がひっくり返るようなネタ。できない？できない。今んとこできないです。いや、いや。よくはないですよ。できないのね。はい。まだできないです。まだ。はい。もうでしょ。もうってどういうことですか。あ、もう諦めじゃないですか。ね、もうできないって。いや、もうこれから頑張りますけど、うん、現時点ではまだできてないです。あ、そう。はい。何年やってはるの。18年です。やってるね。はい。知ってるでしょ、大体。なんで改めて僕の口から、ね、しんどいこと言わせられるんですか。R1 出たらどうですか。 R1 は知ってるでしょ、これも。10年以上のやつはもう出れないんですよ、一生。え？そうでしたっけ？そうですよ。何回あなたの口からも言ったんすか。僕たちに。え？いやいや。メディアでも言ってたでしょ。何が？キャッ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 、10年以上出れないっつって。おいでやすだけ叫びやがってとか。ああ、そうだよな、あれ。言ってたじゃないですか。あいつだってお前、自分に受けた罰みたいなこと言うからさ。はい。そこら辺のね、10年以上のおじさん全部思ってることをさ、そうですよ。自分だけに受けた罰だという感じで言ってるからさ。はい。一人テレビ出ちゃって。そう。どうしてくれんねんじゃないよな、お前。はい。お前だって言っていいですよ。そうですね。うん、言えよ。言ってはいますけど、うん、拾ってくれるメディアがないんですよ。知ってるでしょ。いや、公園行って言えばいいじゃん。
僕一人でですか。もうどうしてくれんねんつって。R1 お前出れんねんどうしてくれんねんって言うやじゃん、公園で隣隣しちゃって。通報されて終わりですよ。いや、やることは変わんねえじゃんだってな。はい。おいやすもあんなもん、な、はい。怒鳴り散らして、はい。どないしてくれんねんって言うて。はい。お前もだって怒鳴り散らしてる、どうしてくれんねんって言うたら、やることは一緒やん。そうなんですけど、うん。そこにカメラがあるかないかで、エンタメかどうかが違ってくるんですよ。ノーカメラでええやん。ノーカメラは事件です。カメラがあればエンタメなんですよ。カメラがあればエンタメ。はい。あ、そうっすか。そういうもんですよ。じゃあ、俺が言ったらあれだからさ。はい。なんだろう、ちょっとまあ、知らない若手にさ。はい。お前どなしてくれてんねんっていうのを。はい。スマホで撮っとくから。僕が知らん若手に、うん、で、俺が撮るとさ、はい、バレちゃうじゃん。あ、なんか使いはんねんなって。そうですね、動画ですかみたいな。だから知らない若手に、はい、何にもこう世に出てない若手に、はい、撮らすから、はい、やってや。その辺の公園でですか。そう。知らないやつに。知らないやつ。撮らせて。通報されて。お縄。おしまいじゃないですか。え？おしまいですよ、その。一花咲かせれるじゃん。テレビ出たいって、そっちの意味で言ってるんじゃないです、私は。ニュースね。はい。昨夜未明、なんとか公園で、はい。編集者が、乱暴、怒号で通報がありましたね。40代半ば。そうそう。中肉中背で。中村祐樹さん。もう犯罪者じゃないですか、名前出されたら。もう。はい。で、それね、やんないのね、それをね。やらないです。なるほど。はい。うん。いや、でも、せっかくのチャンスだと思ったんだけどな。テレビに出るですか？いや、その、なんか、怒鳴り散らしは、もしかしたら、松本さんが面白いと思、はい、もう言ってるかもしれない。出るわけないでしょ、松本さんが、そんなんで。たまたま高層の公園にいるかもしれない、松本さんが。通り過ぎるかもしれないじゃん。中野付近ですか？そう。どういう理由で通るんですか？もう、港区でしょ、あの人のいるとこ。知らないですけど。もうはい、じゃあもう、ないんだ。そうです。そっちの目はないです。じゃあどうするんよ。ネタを当てるしかねえです。当てる。はい。いや、だから当てていこうよ。はい。あれ、チョゲパもだって今、卒業されたんでしょ？そうですよ。今。だって卒業したいっていうことを言ってたんでしょ？いつ言ったですか？証拠音源があるですよ。ちゃんと、急にじゃんけんさせられて。何が？ガチじゃんけんさせられて。うん。脳やらせで、ちゃんと僕が負けちゃって。おかげで、出てないですよ。ねえ。桜井ちゃんにその場奪われちゃいまして。しゃらくせ。で、だからですね、その、卒業したいって言うからもしょうがないから、もう別ね、卒業させてやったでよ、はい。言ってないんですよ。あ、そう。はい。何、卒業、ね、戻りたいの？戻りたいですよ。あ、そう。はい。今、署名が。うん。どっちのあれなのかが全くわかんないんですけど、うん、途中経過もいただいてないので。なるほどね。なんかチラッとは聞いたけど、はい、前回収録した時に、はい、途中経過言いますかって聞かれただよ。はい。あ、別にまだいいですって言って。なんでですか。僕もどう身を振っていいのかもわかんないんですよ。身を振る？
あ、なんだ、すごい少ないとこならもっともっと忘れないと、なんかもっと送ってって言わなきゃいけないような、はい、まあいっぱいあってもどうしていいのかもわかんないですけど、うん、はい、いやいや、じゃあ身を振るのはじゃあチンボ振ればいいじゃん。チンボ振ってどうすんですか。僕復帰できるんですか、チンボ振れば。振れば振るほど復帰できるよ。ジローちゃんだけじゃないですか、チョケパでチンボ振るのは。まあな、はい、あれはもう好きで振ってんねんから、あいつは。そうですね、うん、勝手に振ってんねんだ、別に、はい、トークせえっつってんのに勝手にチンボ振ってるから。ここ何回かひどいですからね。おう、そうやろ。全部コメントがチンボのペチンオンしかない。で、復帰したいというね。はい、復帰したいですよ、うん、じゃあ、あのね、もうメディアがチョゲパ今出れないから、もうはい、これぐらいしかないじゃん。はい、カラバトークでちょっとその復帰したいっていうおたけびをちょっと、おたけびとか、はい、思いの丈、はい、言っていい、言っていいですか、うん、諸君、私をチョゲパに戻してください。戻してほしいですよ。戻してくれないとしょんぼり。待ってよ。そうでしょ、そういうこと。あーわ。あー、何ですか、これ。あー。あー、こんなありましたっけ。あー、レバ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 ー。はい。あー、レバ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 ー。戻してー。あー。あー、万力万力チンボチンボ万力ガツンガツンガツン。はい、あー、万力万力チンボチンボガツンガツン、よくやって。あー、写真写真写真ポケ出してポケ出して。あー、写真写真写真ポケ出して。ポケ出しては、あの、危ねえ客側の意見。僕はポキられる側なの。ポキられるんね。ポキられる側です。ポキらせてはあっちの危ないやつの静岡に出没する。あ、やべえやつな。はい、ポキられるんだね。僕はられる側。一万円片手にな。はい、ガチで来ましたからね。わかったな。ああ、戦慄しましたよ。ああ、はい、戦慄で、はい、陳立のシャー率です。まあ、じゃあね、これで思いの丈がこう届いて、はい、メールしてくれるよ、多分。はい、うん、何度か、はい、私のネットのツイッターでもお願いしたんですけど、うん、本当に票数が全く上がらないのと、うん、私のディープ応援軍団は5人ぐらいいるんですけど、うん、5人かい。ほぼゆくちゃんに来るような、うん、下手すれば5票なんじゃないかっていう。いや、5票以上あると思うけどな。どうですか、うん、意外とね、はい、なんだろう、キリノよりは人気があるな、はい、あなたの方がね。ああ、そうですか。うん、なんか、うん、キリノはなんかアンチが多いけど。うん、はい、まだゆっくんの方が、なんかゆっくんもアンチ多いけど、はい、まだゆっくんの方がいてほしいみたいなのが多いね、なんかね。嬉しいですね。うん、まだね。はい、それは、あの、あれよ、子供のお遊び見たのもんよ。
そうなんですね。うん。はい。そう。子供の遊びレベルでは、そう。私の方が、うん。うちの社員に見せようか状態。見せようか見せたのかって感じやな。全く様子が分かんないですけど。うん。こんなもん見せたのかお前こんなもん。マジ歩かれへんでっていうぐらいのレベルよ。ああ、そうですか。うん、でも、はい。嬉しいですけど。うん。きっちりじゃんけんで負けちゃったのでそのキリノに、まあね、運も持ってるんですねあいつは。じゃなくて、まあいいや、じゃあまあまあ溜まったらね、はい、何個溜まるかのよく分かんないけど、何個っつったっけ、60っつったっけ。いやー、なんかそのノルマみたいのもなかったような気がするんですよね。なかった、あったんでしたっけ。多かったらっていう、最低60つっつったな。あ、そうでしたっけ。うん、じゃあまだまだですね。うん、はい。じゃあまあ、まあ、な、最悪もな、あれでいいやん。はい、そのこ声色使って写真って言ってるのを60個は撮りゃいいじゃんお前。声でいや、こんな来てるよっつって。はい。僕が、うん。50色のいる声を使って。そう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 。うん。50人が全員写真写真、ゆっくんちゃん復活させろって。そう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 。で、全部、バレそうなもんすけどね、写真言ってんだから。じゃあ、あの、お母さんとかに言わせりゃいいじゃん。お母さんに、写真ポキらせてって言ってって言えないですよ。親不孝すぎて。確かにな。はい。あんた何やってんのって言われちゃうんで。東京まで行って。うん、じゃあまあまあ。はい。あ、もうあれなんだよ。結局ここがさ、はい、もう、引っ越しなんだよ。はい。あと6日あとはじゃあ、あと6日ぐらいで。はい。はい、だからもう、多分なんか収録するってなったら多分もう新スタジオなんだろうなと思って。ああ、そうですね。うん。すごい。まあ、新スタジオか、まあ、事務所の。はい。会議室か。はい、ああ、はい。うん。もう、何度も、下見も行ってます言ってるよ。8割、9割できた状態で。おうおうおう何がどうあっても、やっぱ音は漏れないような作りにしてもらったんですか。漏れないと思うよ。うん。すごい。だからもう夜通し大喜利ライブしようと思ってさ。とかね、ドラだって叩けるわけでしょ、深夜に。そう。すごい。だからもう、あれだ。生配信するだよ。はい。で、生配信するんだけど、はい。あの、スイッチングとかさ、お前ちょっと雇うから、お金出すからさ。はい。あの、やってや。はい。うん。あとその、お題読むやつとか。はい、了解です。うん。そう、芸能人とかの、役あるタレントとかの、防音、なんか、歌入れ室みたいなことなんですか。そうや。なんか、もう素材とか、作りもそういう作りにしたんですか。そりゃそうやね、地下だもん。そうですよね、すごーい。すごいですね。みたいです。その何、あの、一応夜通し、こう、生配信みたいにしようと思ってるから。はい。あの、言うたら、まあ、一応まあ、こう、なんていうの、ギャラは出すけど。はい。言うなよ、お前、少ねえとか、お前。僕今まで一回も言ってないでしょ。陰口。言ったことないし。どんなイメージなんすか。ね、陰口言うじゃん。僕は、あれですよ。何もないので、メディア、芸人としてのお仕事。師匠のしかない。で、いただいてるのがありがたいしか言ってないですよ。ほいで、この間もさ、はい、エヴァをさ、はい、本間キッドというキリノだ。はい、ツイッター見ました。もう、怒ったって。はい。それ終わりにな。はい。飯も怒ったってよ。はい。
そしたらさ、あの、オンシラスと、やっぱ言う、オンシラスもいいとこなんだよね、ほんとね。ああ、だってもう別に、ありがとうございましたっていうあれもなく、ツイッターにさ、エヴァ見て、はい、見てきたとかつって、なんとかこう、すげえこう、感情が残るみたいなこと書いてあって、一丁前にさ、わが物顔書いてるんだよね、わが物顔。自分で見てきましたみたいな感じで書いてるだよ。ムカついちゃったわ、ほんと。4D スワみたいな。そうそうそう。別にいいよ、お礼とかいらないんだけど、はい。わが物顔すぎるだろうっていうね。そうですね。腹立ったわ。はい。不義理、甚だしい。不義理、甚だしい。はい。お前もそれだろ？僕はそんなことないぞ。なんでその二人を今貶めたら、ついでに僕まで入るんすか？いや、だって、リンス、ゆっくん、やだ、ほんま、キリのやそって、大体同じやん、レベルが、レベル的に。そんなことないですよ。ほんとに。なんだら、そのね、4人の師匠の中の不義理4の、ね、二人の、で、二人がそのツイッターで怒られてたのを見て、うん、残りの二人の僕とリンさんが、こいつらありえへんなって、二人で、悲しんでたぐらいで、あ、そうなんだ。師匠にこういうのしてもらって、不義理って良くないな、つって。ああ、そうなんだ。それを それをこう思いつつ、はい、また不義理するってやつ、そういう、新手のやつやろ。俺らも負けてらんねえな、つって。地獄の後輩じゃないですか。いや、地獄の後輩やないか。そんなことないですよ。そうなの。いつも師匠に感謝させていただいて、怒られないようなちゃんと振る舞いしようとして、たまにミスはしちゃいますけど、という、そういうスタイルでございますよ。はい。まあ、ミスはしちゃったけど。はい。すみません。じゃあ、もう、なんか溜まったら、また復活させるから。はい、ありがとうございます。うん。精進いたします。うん。はい。あらした。はい、ありがとうございました。うん。で、あらした。失礼します。最後にほら、レイパー、ほら、レイパー。レイパーマン。尿道ギロチンギロチン。尿道ギロチンギロチン。写真ポケ出してポケ出して。写真ポケ出してポケ出して。ポケ出せるよ。ポケ出せるよ。大安売りだよ。しょんぼり。はい、あれでした。明日。はい、ありがとうございました。ここの作業場では、ね、最後の、カラバートークだと思いますわ。はい。では、4月1日、4月2日ぐらいかな ?4 月2日ぐらいからリニューアルオープンということで、はい。はい、よろしくお願いしますということですね。はい、というわけで、チョゲバもね、よろしくお願いしますということですわ。以上、カラバートークでございました。ありがとうございました。